マモンツキテンジクザメ。マモンツキテンジクザメは、テンジクザメ科に属するサメの一種。英名から、エポーレットシャークとも呼ばれる。オーストラリアとニューギニア島の浅瀬に生息する。体色は茶色で、胸びれの後ろには大きな黒い門がある。細長い体型で、尾が長く、全長は1メートル以下。海上の胸びれと腹びれを持ち、浅瀬や海底を歩くことができる。 夜行性で、ンゴ礁や塩だまりで、低性無脊椎動物や小魚を捕食する。塩だまりの酸素は減少しやすいが、本種は無酸素環境でも1時間は生存することができ、最も養存酸素の減少に強い脊椎動物であると考えられている。男性で、8から12月にかけて2週間おきに産卵する。水族館やアクアリウムで人気がある。IUCN は、 保全状況を軽度懸念と評価している。1788年、フランスの博物学者、ピエール・ジョゼフ・ボナテールによって、パブロ・インスイクリピー・ディック・エメシディク・デトロはレインで、LA ・ネーチャーにおいて記載された。当初の学名は、スキラス・オーケラタスだったが、その後現在のモンツキ・テンジクザメ属に移動された。タイプ標本は35センチメートルの未成熟有で、 クイーンズランド州のクックタウン近郊で捕獲されたもの、ある。他の英名として、イーターシャーク、ブラインドシャーク、この名は、白星細め天軸ザメにも用いられるがある。2002年の携帯系統解析では、モンツキ天軸ザメ属の系統は多分岐しており、最も禁煙なしを特定することはできなかった。ニューギニア島南岸からシドニーまでの、オーストラリア北岸に分布する。 プレートバリアリーフのカップリコーンバンカー将軍には特に個体数が多く周辺のサンゴ礁には数千個体が生息すると推定れている。また不確実なデータではあるがマレーシアスマトラソロモン諸島からも報告がある。50メートル以前の旋回に生息し体がかろうじてかるくらいの浅瀬にもよく出現する。塩だまりやサンゴ礁の浅瀬、緑石属の上などを好む。 体は細長く、全長の半分以上が細いお柄で占められる。封は丸くて短く、尾光はその先端に、1単位の短い髭と共に位置する。尾光から口に向けて、溝が走る。歯列は、上あごで26から35、下あごで21から32。葉は小さくて基部は広く、三角形の先頭を持つ。目は楕円型で髪型にあり、その下には、 大きな噴水口が位置する。エラ列は5体で小さく、第4と第5エラ列は非常に近接している。胸びれ、腹筋は丸くて幅広く、筋肉質で分厚い。第1、第2背びれの大きさは同じくらいで、共に対抗部にある。尻びれは低く、尾ひれのすぐ前方にある。尾ひれは常用のみで、先端付近には体とほぼ平行に明瞭な血骨がある。 生体は背面がベージュから茶色でまばらな反転と薄い縦縞がある。胸びれの後ろにはかなり大型の白く縁取られた黒い門があり、これは英名エポレット検証の由来となっている。腰体は体とヒレ全体に白黒の横縞があるが、これは成長につれて消失する。全長は通常70から90センチメートルで、 最大で1 0 7センチメートルの報告がある。ヘロン島の個体は7 6ル九9 0 0ムを超えない。複雑な珊瑚礁地形への適応として、海上の胸びれと腹びれで地面を押しながら、体をくねらせて歩くことができる。泳ぐのは危険から逃れる場合が主で、遊泳速度はあまり速くない。びれの軟骨は他のサメと比べて分離、縮小しており、 ヒレを獅子のように用いることを可能にしている。この動きによって、水から生い出して孤立した潮だまりを行き来することも可能となっている。これは参照王のような獅子動物との修練進化であると考えられ、最初の地上性脊椎動物が進化するきっかけとなった行動と同等のものであると推測されている。主に夜行性で、干潮時に活発になる。 サンゴの間や下で休息していることがあり、頭部が隠れれば、他の部分がはみ出しても気にしないようである。時々、開けた砂地やサンゴ礁の上に出て水流に向かって、静止する、操流性ことが、あが、これは、呼吸や捕食者の監視のためであると思われる。他のサメなど、大型動物の捕食対象となる。対職は保護色となっており、反紋は、目上問として、 捕食者の注意をそらす効果があると推測される。ほぼ全個体が、海くわ型のプラニザ陽性の規制を受ける。この陽性は、交尾器や、総排泄口周辺、または、口内やエラに付着して吸血する。規制によるダメージは、非常に小さく、健康状態に影響を及ぼすほどのものではない。他の寄生虫として、骨格筋に寄生する、粘液放射虫の駆動は、 血液に感染する原虫のエラに付着する飼い虫の消化管に寄生する線虫などがある。夜間に潮が引いた時、浅瀬の塩だまりに取り残されてしまうことがよくある。塩だまりの溶存酸素量は内部の生物の呼吸によって、一夜のうちに80%以上も低下する。本種はこの低酸素環境に適応しており、通常の5%しか酸素を含まない水中で、 行動応答性を失うことなく3時間以上生存できる。実験的にはほとんど酸素を含まない水温摂取30度の水中で1時間生存した。これはほとんどの動物が低温下でのみ低酸素条件に耐えられるのと比べると得意である。低酸素環境への応答はアデノシンによって制御され、心拍、呼吸の回数が急激に低下する。脳。 心臓により多くの血液を運ぶために血管が拡張し、血圧は1、2、2まで下がる。甲骨魚や四足動物と異なり、血流速度は一定に保たれ、血糖値の上昇は起こらない。この時、脳の ATP 消費量は、心骨類の脳に比べて1、3にまで低下している。これは、脳の一部の代謝を抑制できることによるもので。 近く核の機能を維持したまま運動核を不活化するような方法で行われる。これにより、環境への応答性を保ったまま、神経細胞死を防ぐのに十分な ATP を確保することができる。日和み的捕食者で、低性甲殻類、多毛類、小魚などを食べる。ヘロン島では、獲物の90%が多毛類とカニで、幼体は主に多毛類、生体はカニを食べていた。 節時行動はいつでも行われるが、特に夜明けと夕暮れに活動的になる。主に嗅覚と電気受容器に頼って隠れた餌を探し、筋肉質の高校を広げることで餌を吸い込む。餌を探している間は時折、頭部やんで堆積物を掘り返し、餌と共に吸い込んだ砂礫は、エラ穴から吐き出す。他のサメと異なり、餌を50分間よく噛んで食べる。歯を倒して、 平面を形成し、獲物の硬い殻を噛み砕くのに用いることができる。交尾は、飼育下では、年中起きるが、野生下では7から12月に行われる。交配行動は、メスがオスを追いかけて噛みつくことから始まる。その後オスは、メスの胸びれに噛みついて、体を襲わせ、片方の交尾器を総配節口に挿入する。交尾は1分半程度続く。男性で、 8から12月に産卵する。メスは14日起きに2個、稀に4個の卵脳を産み、年間で20から50個になる。卵脳は長さ 10cm、幅 4cm ほどで、120から130日で14から 16cm の稚魚が孵化する。最初の成長は遅いが次第に加速し、3ヶ月後には 5cm、年ほどの成長速度になる。 死ともに54から64センチメートル、約7歳で、生成熟する。捕まえると噛みつく、可能性はあるが、人に危害は加えない。動きが遅いことと、おとなしそうな外見であることから、海水浴客に容易に捕獲され、その過程で傷ついてしまうことがある。飼育環境には、容易に適応するため、米国、カナダ、オーストラリアなどの多くの水族館で展示される。 スコット・ W ・マイケルによるアクアリウム・フィッシーマガジンの一記事においては、家庭水槽に最適サメとして言及されている。飼育下繁殖も可能である。510L 程度の水槽でも飼育可能だが、成長した個体には 680L 以上の水槽が望ましい。他の魚を食べる可能性があるため、婚泳は推奨されない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。